キチャンネル。2022年プロ野球開幕ということで、里崎の追うもあり、里崎チャンネル、今年から3年間連続でプロ野球ソチックやっていきたいと思います。ということでね、また全試合見ていきますね。今年も頑張って全試合を見て、総チェックをやって、今日はね、開幕戦スペシャルということでね、開幕戦だけの総チェックをやっていきますけども、通常は月曜日、金曜日に3連戦の総チェックをやっていきたいと思います。そして月曜日にはその週の週間ベストナインを決めて、誰が本当のベストナインかっていうのを年末に発表するというところでね、今年もね、途中でいろんな兼ね合いでできない試合もあるかもわかりませんけども、限りなく全試合総チェック、無事に開幕、コロナからも復活して開幕間に合って、佐々木元気にやっていきたいと思います。ということで、一発目ね、今日は日刊スポーツで佐々木のね評論、今出てると思いますけども、楽天対ロッテ戦、評論しましたんで、そちらをですね、今日開幕ね、6時開幕ということで、こちらからまず評論スタートしていきましょう。総チェックね。さあ、ということでね、で、両キャッチャー、新人ね、楽天は安田、そして、ロッテは、松川っていうところがね、新人で、スタートしましたけどもですね、結果は4対0で、ロッテの開幕戦勝利。石川は、開幕戦初勝利ということでね、グピッチ。ね。でもまあ、5回までは本当に、両投手ともに、素晴らしいピッチング。もう、則本は低め、コントロール、ストレート、変化球、キレ。もう、これ、どうやったら点取られるんだろうっていうぐらい完璧なピッチング。ロッテのね、石川も、ストレート、そしてシンカーを中心にですね、こちらも緩急をね、丁寧につけて、低め、で、コース、逃げていく球。まあ、左バッターがね、多いというところで、アウトコースに逃げていくシンカーっていうところが、かなり有効的に、働いた序盤ね、5回までになったのかなと。もうこれを見ててね、大体こういう試合っていうのは、まあ、勝負が決まるのはね、ホームラン、もしくは、エラー、ミス、フォアボール。大体ね、こういう風な相場になってきてるところで、ね、6回ゲームが動いてね、先頭1番ね、松川が、セカンドゴロ。で、9番平沢がね、フォアボール。で、高部のセーフティーね、で、その茂木がベアハンドでね、行ったけども、ジャックル。まあ、結果はヒットだけどね、あれを簡単にアウトにしなきゃ、やっぱりピッチャーが高騰してる時に、ああいうミスが出ると痛いよね。バーッと。初バットでございます。で、そして、マーティン、デッドボール。で、満塁になって、中村翔吾、甘めのね、フォークボール、スプリット、ところを拾い上げてね、追い込まれてから、粘り、グバッて、ね。で、その後、マーティンがバットの先でね、痛そうにしてましたけども、先なんとかね、レフト前、タイムリーというところで、一気に3点というところで、まあ、ちょっとね、ここ、解説していきましょう。ね、評論にも書きましたけども、今回のですね、一番のアンバランスが起きたのはですね、則本と審判のアンバランス。ね。これじゃちょっと相性がね、よろしくなかったっていうか、まあこのね、ストライクボールギリギリのね、ところ、結構ね、この特に左バッターへのインコースのストレートっていうところが、いいところを投げてんだけども、ストライクを取ってくれなかった。ね。まあここは見ててもね、まあボールストライクどっちかなっていうところなんで、でも審判がね、ピッチャーに合わせてくれないんで、もうこれは当然、審判に、ピッチャー、キャッチャーね、選手が合わせなきゃいけない。そういったところをね、ちょっとアンバランスっていうかね、そこをね、合わしきれなかった。でも、合わしきれなかったけども、それができる能力、調子があったっていうところもね、だからって甘く投げろって言ったら、打たれて困るからどうするんやっていうね、厳しいとこ、しかもしっかりそれがコントロールよく投げれるっていうね、調子の良さが招いた落とし穴っていうところがね、ハマって、平沢へのね、インコースのストレートっていうのも、いいところ決まってたけどね、ストライク取ってくれず。まあね、でも一貫してね、そこはボールだったんで、まあそこは仕方ないかなっていうね。でもこれがね、調子がいい。調子がね、そこまで悪かったらね、自然に中入ったりとか、逆にインコースそこまで行かないでアウトコースにしたりするんだけども、調子が良すぎたっていうね、相手を打ち取るためにそっちの方がベストな選択やろうってね、インコースを多投して、そこいい球投げてんだけども、そこがボールだっていうところがね、ちょっとアンバランスが起きて、則本にはね、マイナスに働いたかなと。で、そこでね、平沢の、フォアボール。で、高部のセーフティー。ね、茂木がヒットだけど、あれはもうミス。
で、その後、デッドボールね。まあ、ここで1点もやれないっていう思いでね、インコースついていかなきゃいけない。甘くいったらホームランもあるっていうところでね、インコースデッドボール当たって、で、最後はね、低めもなかなかっていうところでね、投げ切れず若干浮いたところをね、中村がうまいこと拾いましたけど、逆に、石川、ね、松川のバッテリーは、大体ね、8-2 ぐらいの割合で、8アウトコース、2インコースぐらい。インコースの使い方がね、非常にうまかったかなと。この4回のね、島内の、打席、外外で行って、内ポーンと見せて、また外。で、7回だね。7回の浅村愛打席も、外外で行っといて、1球打ち見せて、最後ね、ちょっと。泳ぎながらのセンターフライっていうところで、まあ、そんなに多投しない。でも効果的にインコースを使って、あとはシンカーで。で、逆に楽天打線っていうのは、そのシンカーをアジャストしきれずね、石川にまんまと緩急でやられてしまったっていうところで、まあ、その、インコース行くのが悪いっていうわけじゃないけども、調子がいいがあまり、インコースね、ついて、そっちメインに打ち取っていこうっていうところで、そっちを多投することによって、いい球だったんだけども、審判がストライクを取ってくれなくて、そこが、ワンチャンスをロッテにものにされた楽天バッテリー。逆に、ロッテバッテリーっていうのは、インコースそんなに多投しないで、効果的にポンポンと1球とかね、見せ球に使いながら、基本的にはアウトコースの出し入れ、進化、緩急をつけてっていうところのね、配球が見事にはまったところかなっていうところもあるんで、そういったところでね、松川、ルーキーね、キャッチャー、非常にいい働きしたかなと。安田と松川ね、まあ明日以降も出ると思いますから、単発でね、ルーキーの選手たちっていうところで、この開幕3連戦を見た後に、もっと詳しくね、解説は違う動画で出していきますので、そちらの方もね、ぜひご覧ください。そしてね、結果は、まあ4対0、なりましたけども、まあ全体的にね、安田、ね、キャッチャー、2回盗塁されましたけど、ジャックに2回っていうね、盗塁されてもいいのよ。でも、やっぱ投げないとね、しっかり、そこをね、慌ててジャックル2回っていうのは、そこら辺はね、もうちょっと気持ちをね、落ち着けて、まあルーキーなんでね、もっとどっしり感、持ってやっていってもらいたいなと。で、楽天ね、ピッチャー湯気、ね、交代即死球、バッと、ね、そこは、まあその後ね、後続打ち取ったからよかったけども、まあ、出てきていきなりデッドボールはね、若干、ほえってなりますよね。あと、藤平、ね、交代即ストレートのフォアボール、でね、後頭のレポート、で、結局1点取られるっていうね、ところもあって、いい球投げてるだけにね、もうちょっとそこら辺は自分の投球っていうのをコントロールできるように投げていってね、成長していかないと、いけないかなと。で、まあ、ロッテのね、ゲレーロ投げましたけど、球は速いね、でかいしね、あとは制球がどこまでしきれるかっていうところがポイントになる。まあ、今日もね、フォアボール1個出しましたけども、まあ、無失点に抑えてますけども、どこまでできるかがね、今後、注目はかなと。まあ、これがね、結果的に開幕戦の総チェックでしたけども、若干則本がね、そこ相性がうまくいかなかった。でもそれがね、調子いいだけに落とし上がりね、ハマっちゃったかなっていうね、試合展開になりましたし、ロッテはね、もう本当にワンチャンスをものにした、開幕戦、になったかなと思います。明日の試合もね、岸大島ですが、ぜひ楽しみに、したいと思います。さあ、続いて、西武対オリックス、ね、高橋光成対山本由伸の投げ合いっていうところでね、去年は、山本がね、開幕戦負けて、なんと、オリックス、開幕10連敗でございます。そういった中でね、今日どういう試合をするのかっていうところでね、こちらの試合も、5回までは、両投手、素晴らしいピッチングできましたけども、仙台と一緒で、試合が動いたのは、6回っていうね、ところで、宗がね、打つんですけども、皆さん、覚えてますか？里崎の法則、ね。胸が守備でいいプレーをすると、その後、打つよというね。まあ絶対じゃないんですけどね。こういう流れがあるっていうのを去年発見してですね。今日もですね、胸がね、3回裏、愛斗のサードゴロをね、くるっと反転しながら難しいバウンドだったけども、ナイスプレーでアウトにして、その次のね、打席の4回表の先頭でね、打たなかったけども、6回、先制タイムリー、ね、足立のサード、ポロンポロンって、あれはちょっとおかしく仕方ないね。やっぱりそのギリギリフェアになっちゃったからね。あそこは無理にいけないかなっていうところでね、ちょっとアンラッキーもあったけども、ね、その後、胸が先制タイムリーいいプレーをしたら、打つ胸っていうね、皆さん、ぜひ、ね、覚えておいてください。ね、絶対じゃないですけども、そういう傾向あります。ね、でそこで1点入って、で、その後ね、吉田、ね、ファースト、ね、山川。難しいよ。仕方ないよ。でもね、トータルで言えば、守備で、ね、結果的には、
6対0になりましたけれども、守備で勝ち切ったオリックスだね。そのね、胸のナイスプレーっていうのもありましたし、5回裏、ノーアウト1塁でね、おかわりくんが内野安打で出て、ノーアウト1塁で、外崎、バンド、山本由伸、ダイビングキャッチ、ガトレイ、あれはすごいね、桑田さん思い出して、怪我大丈夫かって思いましたけども、素晴らしい。しかも、取った後すぐファースト見るっていうね、ああいったところも素晴らしい、ガトレイ、ね、ダイビング、で、その後ね、無失点にも、抑えるし、あとは7回裏に、外崎の、これもね、西武のね、唯一一番のチャンス、ここで得点できるかどうかっていう一番のチャンスで、外崎のセンター裏、福田、ダイビングキャッチ、ガーッ！あれもし、取れなかったら、ひょっとしたら、ね、ひょっとしたらっていう展開になったかもわかんないところを、福田がギリギリ打った瞬間から落ちたかっていうね、ギリギリのところを福田のギリギリのプレー、グッドプレー。これはね、ぜひ、まだ、見える映像を持っている皆さん、見てください。福田、グッドプレー。ナイス、これは大きかったね。だこういったところのね、確かに山川難しいよ。難しいけども、その難しいのを取った胸。山本由伸、福田っていうところが失点を防いでいって、逆に難しいけども取れなくて、それが2点目につながったっていうところはね、やっぱりそういうところのね、もうエース同士が投げてたら、もうそういう細かいところが勝敗に直結するから、ああいったところはね、ちょっとその勝敗の分け目になったかなというところありますね。でもね、ここで一番ちゃんとやらなきゃいけなかったのは、今日のもう多分6試合の中で一番ダメなプレーは、トガメ。大バット！もうビッグバット！もう2022年初のビッグバット！ね、満塁で。ね。気持ちはわかるよ。吉田がショートの内野安打で出て、杉本がね、フォアボール。ね、紅林、バンド失敗。バッと！バンド失敗からの最後見逃し三振、バーッ、そういったところをちゃんとやって、結果勝ったけどね、そういったところをちゃんとやっていかないと、やっぱりエースが投げてるときね、特にオリックスや山本投げてるとき絶対勝たなきゃいけないんだから、そういうのはちゃんとやっていかなきゃいけないね。で、後藤俊太三振で、ラベルフォアボール、ツーアウト満塁になって、若月のピッチャーゴロ、あれね、満塁だったからそのままホームにね、トスしたらね、フォースアウトで終わり、判断はグッド。でも目がもうホーム行ってたね、気持ちも。パロンチョ。で、ボート。ダブルエラーで2点。バーッと。で、その後、足立にタイムリー、スリーベース、4失点。もう、ベテランなんだから、それは、ちゃんとやんなきゃ、これは大きいよ。明日にも流れがね、やっぱ悪くなるっていうところでは、非常にこういったところはベテラン選手からしたら、やっぱちゃんとやっていかないと、やっぱチームはね、締まっていかない。本当に。試合が試合だったら、そのままね、ゴーファームってね、第2球場行けっていうぐらいのプレーでね、俺は見えたね。皆さんはね、どう思ったか分かんないけども。で、その中でね、オリックス的には良かったのはね、後藤俊太ね、一本ヒット打って、ね、まあね、昨年福田とか宗とか出ていって、自分もね、頑張らなきゃっていうところで、この一本打ってたのはね、大きいかなと。で、まあ、西武はね、オグレディ、2本。これはね、やっぱり西武は、やっぱり外国人選手の活躍っていうところはね、今年の巻き返しに対しては必死なんで、この初戦のね、2安打っていうのは明日以降に繋がっていくんで、非常に良かったかなと。あと山本が、カーブが、昨日せいかわかんないけど、去年より速くなってるような気がするんだよね。ポンポンみたいな。しかもカーブで三振で、もうビタビタよ。あれはなかなか、気合入ってるね、ダイビングもあるし、去年開幕戦負けてるけど負けられないっていうね、気合も入ってね、っていうところでは非常にね、まあこう、山本がね、一掃した試合だったかなっていう、その中でもね、ちょっとずつこういう違いっていうのがね、あったかなっていうところを、どこよりも詳しく、サトイがね、皆さんにお伝えしていきたいと思います。ということで、結果ね、6対0でオリックスの開幕戦勝利でした。さあ、続いて、ソフトバンク対日本ハム、ビッグボスが3年、ね、この開幕3年生を遊ぶぜってね、言ってましたけど、この遊ぶの意味、皆さんね、本当の意味知らないでしょ。もし、この意味を知りたい人は、里崎ライブに来てください。ちょっとね、ここでは話せないんで、皆さんね、ぜひ、里崎ライブね、ちょっと宮城仙台、そして東京ね、ちょっと延期になって、ちょっとスケジュール変わりましたけども、里崎のツイッター、インスタグラムなどね、追加日程発表されてますし、チケットピアでね、チケットまだ売ってますので、このね、遊びが何を指すのか、里崎知ってます。ね、皆さん、ぜひ、
生ライブでその真相をね、知りたい方来てください。ね、面白い話聞けますよ。ね、というところで今回もね、今回はね、一番ね、すごいと思ったのはね、オープニングイベント、偽新庄さんがいっぱいあって、最後箱の中からビッグボスって光ってるやつが出てくる。ビジターなのに、ソフトバンクすごい。ね。こういう風に一緒にね、演出を作り上げていく。だってビジターで相手チームに演出があるって俺見たことないよ。しかも監督が。ね。その後、杉本さんが、みこしに引かつがれて出てくるっていうところでね。すごい、こう、面白かった、演出だなと思って見てましたけども、始まってね、ビッグサプライズで、ね、開幕投手が、ルーキーのね、北山選手っていうところで、まあ、これはもうね、投げる前から、まあ、そのショートスターター、オープナー的な感じになっていくのかなっていうのはね、もう予想できましたし、まあ、これはね、アベマのバズパリーグっていうところでもね、言いましたけども、まあ、オープン戦もね、1イニング、そして最初2イニングしか投げてないんで、まあ、そんな長いイニング投げないだろうと。で、明日、明後日のことも考えれば球数もあるし、まあ、1イニング、投げても2イニングかなっていうところありましたけども、結果2イニングで47球投げたんでね、ちょっとこの3連戦はなかなかもう厳しいかなと。まあ投げれても、うん、日曜日の1イニングかなっていうところのね、球数になってしまいましたね。でもその後ね、北山2イニング、加藤1イニング、根本1イニング、伊藤博美2イニング、堀井1イニングで、本当はね、杉浦、その後1イニングっていうね、ところでなってきましたけども、まあ見事にね、なかなか絞りきれないソフトバンクがね、そこら辺はビッグサプライズね、この原枠投球できたんじゃないのかなと。で、逆にね、ソフトバンクはね、先発、千賀っていうところでね、もうこちらは完璧なね、7回118球4安打8三振3四球1失点石グッドホームランも打った瞬間ね、中段に突き刺さりましたけど、まあ、オープン戦もね、本当に状態良くて、まあ、水野がね、新人で出てきて負けられないっていうね、ところもある中で、あの一発っていうのはね、本人にとっても非常にね、いい形の一発になったし、まあね、3番に据えた石、そして4番に据えた松本がね、1本、そして2本打つっていうところで、この打線の絡みっていうのもね、非常に良かったけども、まあね、千賀も素晴らしくて、なかなかチャンスを得れずにね、逆にソフトバンクは、5回以外、1、2、3、4、6、7、8、全部スコアリングポジションにおいて、1本出ない。だからね、まあ、結果4対1でホークス勝ったけども、今日負けてた場合は、必ずこうさせた時に言われます。取れる時に取れないからこうなるっていうのをね、言われるような試合展開で、でもそれもね、このピッチャーを早めに変えてね、もうこうショートスターターでもうリリーフデーみたいな感じで、もう投げることによってバッターがまたね、的を縛りきれない。ピッチャーね、その1イニング全力でいくっていうね、ところで非常にね、ギリギリの戦いだったけども、うまい形でいけたけども、最後ね、まあ、捕まってしまったっていうところが、ありましたけども、まあ、先発の北山もね、やっぱちょっと緊張感あったね。やっぱさすがにね、オープン戦いいピッチングしてても、やっぱり開幕っていうのは違うんでね、まあ、オープナー、で出ましたけども、ね、いきなりセンター前打たれてピンチ作りましたけど、そこをね、しかもグラッシャルの見逃し三振とか非常にグッピッチ、素晴らしかったからと。だからいいものは、ね、非常に見せれたと思うんで、ちょっとね、緊張感もあって、まあ、独特で先発っていうのもあってね、バタバタしたところはありましたけども、この投球見てね、やっぱりさらに今年のね、パリーグの新人を第一候補、北山なんじゃないのかなっていうところはね、やっぱ垣間見えたね、ピッチングだったかなと。で、4回ね、ホームラン打って、でも、あとはね、なかなかチャンスらしい。まあもちろんちょっとずつのチャンスはあったけども、なかなかビッグチャンスっていうのもね、日本ハム作れなくて、まあこれはもう1対0で逃げ切らなきゃいけないっていうところで、8回にね、ピッチャーが杉浦に代わって、先頭ね、マッチがライト前ヒット。で、上林がね、しっかりバントで送って、で、牧原のフォアボール、これが大きかったね。この牧原のフォアボールが一番、代打牧原ね、ここでフォアボールを取れたっていうのが、ソフトバンク的には多かったし、ハム的には痛かったね。そして、三森が繋いで、ピッチャー、西村に代わって、これも西村国だね、この状況。でも抑えなきゃいけない。抑えなきゃいけないところに、ここでガルビスね。その前に、堀からヒット打って、4億2000万、どうなんやっていうところで、初球で、ね、見逃して、簡単に。ここでね、もっと考えなきゃいけない。まあ、オープン戦ね、ガルビスちょっと縦の変化でね、空振りしたりミスちょっとして多かったんで、ここでね、フォークボール行くのはね、間違いないしね、正解。でも、ストライクゾーンに投げちゃダメだよ。西村。帝京大後輩だからもっと強く言うけども、あれを低めに投げなきゃ、ボール球、ワンパンでもいいから、ワンストライクだからね、あれがワンボールだったら、まあわかる。ね。
でもワンストライクだから、あれをストライクに続けて投げるのはやっぱりバッテリー含めて意識の低さよ。これリードとかじゃない、選択じゃない、球種のこの意識の低さね、そこはもっとちゃんとやんないともったいない ね。それをガルビスもフルスイングするわけじゃなくて、軽打ね、なんとか当ててって最近1点取ろうって軽打していったのが、なんとスタンドインっていうね、さすが4億2000万ね、右でも打って左でも打ってっていうところでね、この一発ね、杉本監督初勝利っていうところでね、一気に4点、まあこのまま負けてたらね、下手したらね、ビッグボスサプライズで金土日あの3連戦シャットアウトみたいな感じになるけども、でもね、この試合ね、こういう試合見たよ、去年の開幕戦も、去年の開幕戦もこんな感じだった、あのロッテに、まあ8回9回ねっていうのでちょっと違いはあるけども、こんな感じでもうポンポンポンって逆転で、ロッテ5連敗して、まあ結果ね2位までになったけども、なんか去年と同じようなね、この試合の展開の流れの開幕戦だったかなっていうところありますけども、西村にはそこね、もうちょっとキャッチャー宇佐井も低くってやって、西村もあそこで低くって言ってね、で振ってくれたら OK、 振らなくても OK ぐらいのね、余裕がちょっとね欲しかったかなと。その後ね、柳田に投げてるボールとか良かったじゃん。ね。できるんだよ。ね。もっと意識。そこの意識でやっていって、技術じゃない、意識。そこをね、西村、もっとちゃんとね、できるんだから、やっていけばね、ここ勝ちにね、生きただけにもったいない。でもあのね、緊急登板で、まあ正直難しいけども、でも一軍は難しいところでね、結果出していかなきゃいけないんでね、そういったところは次ね、チャンスが来た時に、そういったところを意識してね、ボール投げる必要はないけども、カウントを見て投げる球、投げるコースっていうのをね、意識して投げていくことでね、いい方に好転するんでね、そこら辺はもうちょっと考えてね、西村はね、やってもらいたい。ちょっともったいなかったね。でもまあね、ホークス的にはこうチャンスを作って5回以外全部得点圏行ってね、フラストレーション溜まる、ストレス溜まる中で最後1本取ったっていうことは、明日に向けてね、非常にいい形で進めるし、まあ日本もね、本当に8回までね、完璧な試合展開持っていき方っていうのができたんでね、そういった意味では明日ね、先発掘りになってましたけども、あとまあ投げたんだから池田とかがね出てきて、この3連戦で登録してる全員ね使っていくのかなっていうところもあるんでね、また今日のような系統が入ってくるかもわかんないですけども、まあそこをどうアジャストできるかっていうところがまた注目するところになってくるんじゃないでしょうか。まあね、結果4対1非常にね見応えある試合でした。ソフトバンクのね開幕戦勝利でした。さあ続いてはセリーグの第1試合は、昨年日本一のヤクルト、阪神対ヤクルト戦の開幕カードを総チェックしていきたいと思います。結果的にすごい試合になって、10対8でヤクルトの逆転勝ちっていうね形になりましたけども、もう前半5回終わった時点では、あ、もうこれ楽勝で阪神の勝ちだなって思ったら、そっから6、7、8、9でなんと9点取って大逆転っていうねところの試合になってきましたけども、最初からね総チェック見ていきましょう。まあね、いきなり、初回ね、近本も塁出てね、そこで古賀刺すで、中野も出て走って刺す、古賀取ってから早いしコントロールもいい、グッとスローね、非常に素晴らしかった。あそこでね、ポンポンって盗塁許してたら、ひょっとしたら、先制バンバンってもっとなってね、もっと大差がついて、逆転不可能だったかもわからないところのね、立ち上がり考えるとね、あの古賀のね、近本中野を刺したっていうところはね、非常に素晴らしかったし、その後ね、中野刺されててもまだ盗塁してね、今度は成功になったっていうところのね、これチャレンジ精神、今年はね、50個するっていうね、ところの発言通り、あそこはね、アウトになっても行くっていう貪欲な姿勢はね、非常に素晴らしかった。しかも同じ試合の中でね、取り返すっていうのも非常に良かったんじゃないのかなと。でね、藤波、ね、青柳が開幕、投手だったところね、コロナになって、で、藤波が開幕投手になったけども、表現が正しいかどうかわかんないけど、暴れ馬ね、もう山田にも当てちゃう、もう絞りにくいっていうところでね、初回ね、いきなり塩見がね、打ってピンチを作って、でその後ね、青木がしっかり進塁打、ああいったところがねできるのもベテランとしてはね非常に素晴らしいバッティングで、山田デッドボールで、村上がね若干
荒れてて、絞り切れず三振っていうね、荒れてるのもね、悪いことばっかりじゃないのよ。荒れながらストライク取れてると、バッターで絞りづらいってなってくるんだよね。でもその後ね、サンタナが先制タイムリー打って1点、あれ、これ、このまま行っちゃうのかなっていうね、ところで、すぐさまね、2回に、ね、佐藤の、ボテボテの、サードね、シフト引いてて、取れなくてヒット。ね、糸原のセンター前。で、糸井が、オープン戦から調子よくて、ここでね、タイムリーの1点取るっていうところでね、非常にこのね、1点っていうところが、阪神にとっては、非常に大きいね、試合展開になったんじゃないのかなと。だから、サドデルの1打席目のね、フォークボール、ボテボテの三塁線ヒットも、去年ね、50打席以上ノーヒットっていうのをね、あれば、ああいうのはね、ヒットになるっていうところで、今年、若干もう開幕から、そういう、いい運の方にね、来てんのかなと。ね。で、3回裏にもね、2-2から、通信向けだったと思うんだよね。コツンと当てて、三塁線できる、ツーベース、シフト引いてたからね。で、それヤクルトとしてはね、裏目だね。その後ね、糸原のショートゴロ、ね、記録はヒットになるんだけども、あれはね、この、だから、1打席目だね、この話は。2回のところかな、この、糸原のね、あれ、長岡。あれはね、ヒットになったけど、エラーです。あれ取って、ゲッツー取ってたら、ね、1失点しなかったところをね、あれ、ピュって、抜けて。ああいうのをね、やっぱ1軍は、ちゃんとしなきゃいけない。これはね、若いとか若くらいとか、もう出てたらベテランもね、若いのもね、経験あるない関係ないからね、そういったところはね、しっかりやっていかなきゃいけないっていうね。その後ね、大川がね、よく踏ん張ったってね、いうのはあるけども、あれは、もったいなかったね。でも、大川もね、失点、トータル的に言うと、3回89、4失点、11アンダーしたけど、俺はそんなにね、調子が悪いようには見えなかった。低めにも投げれたし、コースもしっかり投げれてたから、そんな悪いようには見えなかったけど、逆に阪神打線がね、しっかりそこにね、ついていったっていうところがね、素晴らしかったんじゃないのかなと。小川自体、そんなにね、まあ、ね、こうなったら調子良かったなって言わないけども、俺はそんなにね、悪くなかったんじゃないのかなっていう感じはしたけどね、個人的には。ね、そらともね、糸原が3回にね、2アウト2、3塁から、あそこ方向がね、若干甘く入って、それをね、糸原が見逃さず打ったっていうところもね、非常に良かったし、4回の時もね、こうもう連打繋がるんだけども、ピッチャー王者に変わってね、まあ、ちょっと高津監督がね、出ていったのも佐渡輝が、サード村上とぶつかって、ポローンと落としたけども、あれね、故意にね、グラブからボールを落とそうとするのは、多分、守備妨害になるけど、あれは、故意には見えなかったね。あそこしっかり、グラブでね、村上が、やっとかなきゃいけなかったところだったんじゃないのかなと。でね、そこでも、佐渡デルタイムリーね。で、糸原のショートゴロの間に、まあこれね、取って、村上がポロンとしたんだけども。で、糸井の、ホームラン、グッて。しかも、藤浪も、荒れながら踏ん張っていって、まあ5回になった時点で、8対1。それはもう完璧勝ったって思うよね。で、ここから、ヤクルトの反撃が始まるんだけども、6回ね、2アウト1塁から、長岡がね、タイムリーツーベース、このね、エラーを取り返すじゃないけども、ミスするのは仕方ない。その後ね、こうやってしっかりバッティングでね、答えて返していくっていうのがね、非常に、素晴らしいね。で、7回、代打浜田、ホームラン、オープン戦の時からね、若干フルスイングしてね、すごい良かった。でも、アジャストしきれなかった。ね、仕留めきれなかったっていうところでね、ファールした。俺が解説行った時も、ね、フルスイングっていうのは魅力的だけど、ちょっとアジャストのミート率が悪いなっていうところだったけども、本番入ったら開幕戦で若干スライダーの甘めかな、引っ張り込んでホームラン、グッと持ち前のね、このカラー、自分の良さ、色っていうのがね、開幕戦から出た非常に素晴らしいホームランだったかなと。でもそれでもまだ、8対3。まあ別に、ね、っていうところでしたけども、まあ8回ね、藤浪から、斉藤に変わる。まあ、藤浪はね、これで、7回3失点。もう全然、もう暴れ者に荒れてたけども、まあその中でもストライクも取れて、結果としてはね、非常にいい開幕投手ね、最低限の仕事は果たしたんじゃないのかなと。やっぱこうなってくると、ね、まあこれは誰も言うだろうけども、阪神は、スワレスがいなくなって、リリーフが不安やと、ね、右もいないと。去年の終盤も3イニングをね、岩崎とスワレスで2人でやってたっていうね、ところでスワレスが生き消えて、どうなんのかっていうね、不安なところで、それがね、開幕戦から出ちゃったっていうところで、まあ斎藤がね、
で、まあ、岩崎、変わるけども4失点。で、9回、ケラーで3失点でね、負けるっていうね。まあ、この、やっぱ気になったのはね、9回。ね。さあ、もう打たれんのは仕方ない。でも、山田が、ワンストライクからカーブ、ホームラン、一瞬止まってね。だから、ああいうね、初見だと思うんだよね。初見で変化球をあえて対応して打てるっていうのは、やっぱ国際大会とかの経験がね、すごい生きてると思うんだよね。で、こうホームランね。で、次、村上。粘りながら、スリーボール、ツーストライクから、カーブ、センター前。ね。で、続いて、サンタナ、ワンボール、ツーストライクから、カーブ、ホームラン。ね。で、続いて、長岡、ツーストライクから、カーブ、ライト前。皆さんどうですか ?4 者連続、全部カーブ打たれてるんだよ。そこもうちょっと考えなきゃいけないね、バッテリーは。打たれるのはね、それは仕方ない。みんなね、打たれようと思って投げてるわけじゃない。打たれるのは仕方ないけども、4者連続、しかもカーブを全部打たれるっていうのは、ちょっと問題ある。ここは。投げてる方も、2ストライクからね、カーブをストライクゾーン投げて打たれる。そう、投げてる方にも問題あるけども、ね、キャッチャーもっと指示したのかとかね。まあ、その、来日が遅れてるからね、コミュニケーションがうまくまだ取れてないのかもしれないけども、やっぱり4者連続カーブを打たれるっていうのは、やっぱりちょっとね、バッテリー的にもっと考えなきゃいけないんじゃないのかなっていうね、ところは見えましたね。でも結果ね、10対8でヤクルトの大逆転っていうところでね、まあ明日はどういう展開になるのか、またね、楽しんでいきたいと思います。さあ続いて、東京ドーム、巨人対中日、ね、大野と菅野の、開幕投手で始まりましたけども、結果はね、4対2で巨人の勝ちっていうところでね、なりましたけども、でも最初ね、2回の裏に丸の弾丸ライナーで突き刺さるホームラン。まあこれでね、丸がいい形でね、できれば巨人打線ね、熱いますんで、このホームランっていうのは本人もそうだし、ファンの人もそうだし、監督もそうだしね、ベンチも非常に嬉しいね、ホームランになったんじゃないとか、突き刺さったからね、こうじゃないからね、ドーンだったね、非常にグバッて、ね。でも、その後、ね、すぐ3回表、2アウトから、ね、大野がショートへ、内野安打ね、疲労が飛びついて、よく取ったけどもね。その後、大島がライト前ヒット。そしたら、ポランコがポロンチョ。で、大野が三塁へ。で、その後、岡林がね、ちょっとインコースにカットかスライダーかね、インコースに難しい球を引っ張り込んで、一塁が抜ける同点タイムリー、岡林、頑張って。ね、これ、ね、ポランコがポロンチョしなかったら多分大野は三塁行けてないと思うんだよね。そしたらさすがにピッチャーの大野があの岡林のライト前でホームに帰ってこれなかったから、ひょっとしたらこの3回0点で済んだかもわかんないけど、ポランコね、結果的に猛打賞打ったけど守備がちょっとぬるいね、ちょっと軽い、ちょっと心配、この1年間で考えると若干これは守備もこっから上がってくるのかね。まあ打つのはね、すごいいい形で打ったけど、ちょっと守備ね、ちょっとなんか軽いね。で、まあ、今日一応言いたかったのは、まあ、ポランコがポロンチョっていうね、ところを言いたかっただけなんだけども、で、まあ、ここでね、行って、で、4回、ビシエドが、スライダーだね。あれ、あれ打つのはすごいよ。グッて。まあね、コースほんといっぱいだからね、それを、ね、ライトを引っ張り込むってああいうことだね。ライトホームランで、あれれ、これちょっと雲行き、怪しくなってきたぞと、言ったところで、5回よ。これも2アウトから、吉川がね、叩きつけて、内野安打打って。で、疲労感の時に、ここよ、盗塁、牽制、1回も入れないで、普通考えて、ツーアウト、1塁、ね、吉川、ね、走るでしょ、万が一アウトでもいいじゃん、ね、もうちょっと警戒しようよ、バッテリーね。で、盗塁されて、木下、悪送球、3塁、ね、で、そこからもう詰まらせようと、インコース、ガンガン投げたら、最後、逆球になって、広岡がね、広岡、確か大野の強いんだよね。ガーン引っ張り込んで、もうちょっとでホームランの坂本のね、代役、ね、完璧にこなした、この同点タイムリー。これ大きかったね、ここはね。だからそのなんかね、こう、ツーアウト取ってから、もうちょっと警戒してほしかったね。もう走ってくるんだから、で、またもう、それ、しかも冒頭でね、3塁行かれるっていうね、ところでは、ちょっとね、なんか不用心というかね、もうちょっとこう、集中してやる必要はね、あったかなと。で、その後ね、2アウト2塁からポランコがね、勝ち越しタイムリー打って、でこれもね、疲労が回ってきてライト岡林ね、若干ジャックルしたね、若干あれワンピースでパンパンいけてたらホームセーフだったかもわかんないよ。でもギリギリのタイミングにはなってたと思う。
若干ね、若干ジャックでしたね。でその後岡本が初球レフトへっていうところでね、パン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 っていって一気に3点っていうところで流れをガーンって引き戻したね。そこもね、吉川のまあそれね、警戒しててもされたかもわかんないけども、まあそういった細かいところがね、まあ、この3失点につながったんじゃないのかなと思いますね。でもね、その後6回にねチャンス作るのよ。このね、4番ビシエドがまあホームランを打てる、まあ警戒心もあったフォアボールで、木下ね三振するけども、阿部がねライトへツーベース、ワンアウト二三塁ね、ここで最低でも1点っていうところでね、石川三振で、京都はねショートフライで1点取れない。だから去年もそうなんだけど、ここ一の欲しいところで取り切れないとやっぱこうなっちゃうよね。で7回もね、先頭ね、代打平田レフトへツーベース、元気だグワッとね、非常に引っ張り込みのバッティングね、ピッチャー今村に代わってすぐっていうところで、よしもう一回行くぞっていうね。でしかもまだ7回で、大島がねここでグッとバッティングね、セカンドへ進塁打ね、あれいきなりね2球で追い込まれて、まあワンエンド2になってね、もう最低でも進塁打しようっていうね、あのバッティング、グッと非常に素晴らしいね。ああいうのがね、やっぱできるっていうのは非常に大事。で、しかもまだ7回、1点ね、取って1点差にしとけば、終盤まだね、どうなるかわかんない。巨人もね、後ろまでバタバタするぞ。っていうところでね、あの進塁打、非常に良かったけども、ワンアウト3塁から、岡林がね、ショートゴロ。で、福留がね、レフトフライで1点取れず、この6、7で、点取れなかったことがね、ちょっと開幕戦、ドラゴンズは痛かったかなと。でも、去年もこんな感じだったからね、全体的に。この、塁出すけど、一点ね、欲しいとこでしっかり取り切れないっていうね。ところがやっぱりちょっと去年の感じが同じような展開にね、まあ俺的にはちょっと見えたかなと、ね、いうところが。でもその中でもね、しっかり大島のこう進塁だとかね、そういうのは非常に見事あってね、良かったなと、個人的には、思います。で、最後ね、ちょっとバタつく。ジャイアンツも。デラロサがね、ピンチ作ったら高梨ね。高梨はね、しっかり抑えてる最後、大勢ね。若干バタバタしましたけども、大勢がね、新人で開幕戦セーブ。グッチ。ね。いい形でね。まあ、いい形じゃなかったけど、しっかりね、勝ち切ったっていうところも良かったし、まあ、ドラゴンズもね、田島ロドリゲス、王の後を継いでね、リリーフしっかり投げ切ったんで、今年もね、リリーフ陣のね、あと投手陣のね、頑張りっていうのは見えるような感じもしたけども、やっぱりドラゴンズは打線だね。その、来てるからね、いいとこまで。それをね、どうにか作戦でも何でもして、どうにかして、1点取っていくっていうところをね、この身を結んでいかないと、ね、いい感じでグッといかないんでね。まあそこはまだ開幕戦終わったばっかりなんでね、明日以降には期待したいと思いますね。明日ちなみに日本放送で、巨人対中日戦、第2戦解説しますんで、よろしくお願いします。ね、巨人はね、本当に、茶番チャンス、物にしてパンパンパンってね、しっかり打って、打つ方でもね、この、ポランコ、4打数3打1打点、若干ね、守備ちょっと気になるね。4番の岡本にもタイムリーね、出て、ちょっとなかなかねオープン戦良かったけどノーヒット。まあ明日以降ねどうなってくるかっていうところはね、さらに注目していきたいと思います。さあ最後に、DeNA 対広島、まあ結果的に言うとね10位対3で広島の開幕戦勝利ねなりましたけども、もうやっぱこれね、これが全ての物語の始まりですね。2回表ね、松山のファーストゴロ、知能がね、こいつ、こっから全てが始まります。取ろう。取ろう。ね。頑張って。取ろう。で、そっから、坂倉ヒットね。で、相沢ライトフライ。ね。で、末金。若干泳ぎながらも拾うねー。ナイスバッティング。ね。こう、タイムリーからの上本、フォアボール。ワンアウト満塁からの大瀬良が。タイムリー。ピッチャー打つで、大野も打ったし、大瀬良もね、打ったし。で、西川の犠牲フライ。きっちり取り切る。3点。エラーから、バーッと。これは、出花くじかれて、東もね、なかなか、リズム乗れなかったね。まあ、そんなに調子悪そうには見えなかったけどね。東も若干球がね、若干高かったかなっていうね、感じ。まあ、緊張感もね、あるんだけど、高かったなと。大城はね、6回3分の209球、6安打6三振、2四球、3失点と。まあ、このね、4回の1失点はね、ワンアウト1塁から、相沢のパスボール、バーンと。また、ちょっと反応遅かったね。もうちょっと行ってたら取れてたけどね、反応遅かった。ね。で、パスボールになって、で、宮崎のセカンドゴロの間に行って、菊池、グッとプレイ。あれも、
菊池だから簡単そうにやってるけど、あれ抜けてたら2点入ってるからね、そうなってくるとどうにか分かんないところで、あそこねしっかりね、菊池素晴らしいプレーでね、もうあの5回で6回表で勝負あったみたいな感じになるけども、上本ねフォアボールを歩かして、で砂田に変わって、でここからもうポンポンポン、菊池のセーフティースクイズ見た、あれだね、ザお手本ね。でもよ、チノホーム投げちゃダメだよ、あれファースト絶対間に合わない、あれホームはもう楽勝にセーフだったもん。結局よ、あれファーストに投げてたらよ、まあ点取られてるかもわかんないよ、そしたら2アウト2塁だったのよ、そしたらそこで点がねストップしてるかもわかんないけど、あれはね判断ミス、もう楽勝でファースト、うますぎる。これもね、まだ見てない人見てください、めっちゃうまい、あのセーフティースクイズ、構えるの早いけど完璧なとこ転がしてね、でその後ね小園が打って、で松山敬遠したけども坂倉タイムリーね、で相澤のレフト線抜ける一走で、まあ 5得点で8対1ね。で DeNA にはバーンとね、ヤクルトみたいにゴーゴーっていくね、ちょっと体力なかったからと、まあ7回裏ね小原のタイムリーで2点取ったけども、まあここでねバンチキュースみたいな。でもDeNA 入り良かったね、若干ねちょっとこう若干こうなるからこういっちゃうんだけど、もうちょっと縦振り行きたいね、縦振りに。でもねいい感じの力もあるしね、こうちょっとひょっとしたら面白い存在になってくるね、非常に見事あるねピッチングに、見えましたね。あとはね三浦銀次ね、まあ失点してしまいましたけども、まあここからね成長してもらいたい。逆にね広島は堀江、島内、中崎と完璧なグッチリリーフね、こういったところが盤石になっていけば、昨年ねちょっと逆転も少なかったんで、でリリーフもね若干 B クラスのねリリーフ防御率だったんで、ここがしっかりねハマっていって、まあクリバーブシもコリコルニエルもいる、フランソワもいる、ターリーもいるみたいなね感じになってきて、バシッとでボリオラもいるね、オミチみたいなね、名前も忘れると言われちゃうからね。でこういったところが盤石になってくると、逆転のカープじゃないけど延長もあるからね、そういったところではグッとね行く感じになってくるんで、リリーフ陣ね頼もしかったなっていうね。で打線もね打つは打つはで、あと末金ね新人で60何年ぶり新人開幕戦猛打賞、4打数3安打ね、チェンジアップ拾ってインコーストレートセンター前でバチン打ったらレフトオーバーツーベースみたいなね、ガーッとナイスバッティングね、鈴木誠也の穴を埋めるか、まあ同じような勝ちはできないけどね、でもそれなりにいい感じができたらね、非常に若手も多いんでね、全体的にね押し上げれていけば面白いんじゃないのかなとね、打ったも打った17安打11得点ですからね、まあ素晴らしいでね、まあ明日はどういう展開になっていくのかね、また開幕戦終わったばっかりだからね、そういった意味ではねこの総チェック、こういったところをねまたやっていきますし、月曜日はねベストナイン発表していきますから、ぜひね皆さん見てください。今年も佐々木総チェック頑張ります。なので皆さんもしっかり、再生回数を回って佐々木に元気を与えてください。グッドボタン忘れないでください。さあ今年もね開幕しました、皆さんプロ野球を楽しんでいきましょう。そして佐々木チャンネルでねこういうと細かいところをね皆さんにお伝えしていきますので、ぜひね勝っても負けてもご贔屓のチームがね勝っても負けてもぜひ、佐々木総チェック、見てください。ということで2022年プロ野球開幕です。佐々木総チェックも開幕です。今年も1年楽しんでいきましょう。